心地よい季節になりました。本当に心地よい季節だね。気温が下がっても僕たちは忙しいんです。シロアリは冬眠しないからね。活動は鈍くなるとはいえ、日本の家は随分暖かくなったし、植物は種という形でいろんな気候を耐えますね。収穫の秋って嬉しい季節。植物には未来への準備の時期なんだな。イエシロアリはより温暖を好むけど、シロアリも暖かいところで冬を越えようとしていますね。屋外にいたのが暖かい環境を探して床下にとか庭先の焚き火とかは要注意だが、走破させないのが僕たちだ。僕たちがしっかり点検、冬場の結露なども室内の健康に影響、しっかり点検の季節ですね。ねえ、今月はギャグはないの？パターンがいつもと違うし。神奈月ですから、神様が皆さん出雲でして、ギャグの神様がご不在だったんです。ネタ作りは10月のはずだが、